佐賀の教場で新人警察官らが決意を新たにしました。今日、県警察学校で入校式が行われ、警察官や警察職員に採用されたおよそ60人が新たな一歩を踏み出しました。正義統括、公平忠誠に警察職務の遂行に当たることを固く誓います、はい、今日入校したのは、今月1日に警察官として採用された初任科の短期課程と長期課程の男女と、警察職員として採用された一般職員初任科の男女合わせておよそ60人です。式では黒木昭彦学校長が、県民のために職務を全うする揺るぎない使命感を養ってくださいと激励しました。これからきついことがたくさんあると思いますが、同期と一緒に力を合わせて乗り越えていきたいと思っております。警察官として誇りと使命感を持って、辛いこと苦しいことから逃げずに立ち向かい、県民の方々を守り頼られる存在になるよう日々精進していきます。また今年は女性警察官が多く採用されていて、少なくともこの5年では最も多い14人が入校しました。入校生はこれから同期生と寮生活を送り、法律や逮捕術など警察官として必要な知識や技術を学びます。